はい、2021年3月の6日土曜日、今日はですね、トマトさんを保護しました。トッピーぐらいのね、トマトさんです。片足が上がってたので、まあ、てっきり糸かなんかが絡まってるのかなと思って保護したんですけども、まあ普通にね、足はビッコは引いてても他の子たちと同じように飛び回ったり、あとちょっと餌でね引き寄せたんですけども、もう真っ先に来るような感じで、まあ、元気そうに見えたので、まあ、足の絡まった糸を取ってあげればすぐ元気にそのままね放鳥できるなと思ったんですが、保護して見てみたらね、ちょっと怪我してましたね、片足。結構あの血が固まった状態で、でまあ大した傷ではないと思ったので、ちょっとね、ご飯を食べてもらって休憩したらね、すぐに外に放してあげようと思ったんですけど、今ペターンとなってますね。外にいる時にはこういう弱っている状態を見せてしまうとすぐ外敵にね襲われてしまうので、普通に振る舞うんですね。なんだけども、鳥のね具合の悪いっていうのは本当に見分けが難しいので。ねえ、どうした？足だけじゃないのかな。一応他も見てみたんだけど、外傷があるのは足だけ。どうしちゃったかね。ちょっと少し様子を見て、今ね段ボールにこう急遽父ちゃんにお願いしたから、すごい雑だけど新聞で、このそこに使い捨てカイロを貼り付けて、そんなに弱ってるっていうわけではないので、で今日あったかいので保温するほどでもないかなと思ったんだけど、ちょっと念のためなんか立たないから、よっぽど頑張ってね片足で過ごしてたんだね。で多分足の傷から察するに、例えばですね、なんかこういうね、ちょっと撮影しながらだと難しいな。例えばこう隙間があったとします。まあ花壇とかのこうラティスとかね、ああいうので、まあこういう木と木の間にちょっと隙間が空いてるとか、こういうところに足がこう挟まってしまったりすると抜けなくなってね、あのジタバタしてっていう感じで、多分挟まってで抜けなくてジタバタした時にできた多分傷からちょっと出血して、でピッコ引いてて、でその出血した血が固まって足がこうかさぶたでね、血でちょっとドロッとなったような感じで、足がこう固まってるような感じだったので、ちょっと洗いながら様子見たんですけども、傷はそんな深くないと思うんだけど、もしかしたらちょっとあれかな、暴れてジタバタした時に他にも少し様子を見てみようと思います。なので、皆様のお庭とか、あとベランダとかでね、家庭菜園とかね、なんか植物を楽しんでらっしゃる方とかで、ちょっとラティスとかああいうもののちょっとした隙間とか、
意外とね、鳥さんの足を奪うようなことになったりっていうこともあるので、ちょっとね見ていただくといいかなと思います、ね、うちね普通にハトさんがねいっぱい飛んでるからね大丈夫なんだよ、ね、ちょっと休憩してってください。よいしょ。でこう保護したこう箱をですね全部閉めてしまうと苦しくなっちゃうからね、簡易的にこんな感じでとりあえず様子を見ます。例えばこういうちょっとした隙間、なんかフェンスとかのね、でこういうところに、まあ、これが鳥さんの足だとして、なんかの拍子にねこう引っかっこう入っちゃった、はまっちゃった、でジタバタジタバタしてここをね傷つけちゃう。で鳥さんの足先がね指がありますので、こう前には抜けないし、でバタバタしてもこう真上にちょうどよくね、まあ、こう脱出できればいいですけど、大体こう引っかかっちゃった場合って下を向いてジタバタジタバタすることがあるので、こうね、まあ、我が家のですねこう外にある小屋なんですけど、ここにねこう化粧水の瓶が置いてあるのは何でかというと、この何の変哲もないこの隙間に足がね引っかかって、こうねスポッて足が入っちゃって、で抜けなくてジタバタしてる子がいたので、こうねちょっと隙間、これだったらね足は挟まらないので、こんなね些細なところでも鳥さんの足を奪うっていうことになったりもしますので、ぜひお家のね周りお庭とかベランダとかちょっとね見ていただければなっていうふうに思いますね。こういうね木のフェンスなんかも隙間がねあれだけ広いといいんですけど、微妙なね数ミリの隙間とかだったりすると、さっきみたいにねスポッと足が挟まって抜け出せないってことがね、水浴びしたんでしょ、ここびしょびしょだもん、お水だけ置いてあるんですけど、これ、ね、勝手にね水浴びするんだよね君たちね。ねえおいちゃんびちょびちょだもん、水浴びしたのは君だな。